それではカブさんのイベント取りたいと思います。エール団トレーニングにお付き合いありがとうだが、働くドッコロンの邪魔は許さないことです。なんてとんでもない、ドロッコンはエールです。でもポケモン勝負でボロボロにやられちゃったから、エール団は消えるのです。応援はいいけど邪魔はいけないからね。おー、カブさんかっこいいぞ。さすが炎のジムリーダー。君たちがダンテに推薦されたホップとルーギだね。そう、君たちのチャレンジャーと最高の勝負をするため GG まで鍛えるんだよ。炎タイプの戦う僕にとって、水タイプにいる第二鉱山は修行にぴったりだ。とはいえ、夜も重い。とはいえ、夜も遅い。第二鉱山を抜けて、まっすぐ進めば、エンジン引き、ホテルで、戻り、ゆっくり休んで、コンディションを整えなさい。さあ、ドロッコンも帰ろう。僕が、送っていこうじゃないか。ゴー！明日燃えるぞ。ランキが言ってたぞ、カブさん。に勝てなくて諦めるジムチャレンジャーが多いって。俺も、よーし、俺も鍛えるぞ。ホテルそぼみに泊まりましょう。さっきのドロッコンだけど、お前のボケジョムで知ってる？何それ。もうしょうがねえな、俺が教えてあげるぞ。確か兄貴のノートはこう書いてあったな。会社からのお願いをポケモンに手伝ってもらったんだろう。ポケモンセンターになるよとみが受付やってたろ。この先は運転式。ホテルそぼみんで休むか。明日炎タイプのジムリーダーカブさんに挑戦だぞ。ということで、終わりにします。またお会いしたいと思います。See you next time. バイバイ。